はい、どうも、なおちんです。さあ、今日は妖怪学園 YYY 学園生活のアップデート第3弾の新情報が出てたので見ていきましょう。それではまずはこの画像から見ていきましょう。次回配信の大型無料アップデート第3弾では怨念ミッションが追加に。戦う相手はなんと妖怪ヒーロー。変身できない状態で緊迫のバトル、強力な装備を準備しておこう。そう書いてあるんだけども、まあ、この情報は、前にもあったよね。前にも、怨念ミッションで変身できないっていうのは、もともと情報としてあったんだけども、このね、4人が出てきたっていうのは、初めて見たかな。呪怨、総者賢人、バイパーと、スカイスネーカー、そして、で、ブルームーンとラストティーライン。4人が出てる感じだね。前回のが、ワイルドボーイとベニマルとブルームーンだったっけ？その3人とかだったと思うけども、まあ、いろんな怨念ミッションがあるんだろうね。これを見た感じでは、全キャラ出てくるんでしょう。でも、この、ミッションって、これってパーティーでできるのかな？マルチで。なんかこれ、ソロでしかできないような気はするんだけどね。どうなんだろう？いや、ここまで大々的に出してるってことは、マルチでもできるのかな？まあ、マルチで、生放送の時にね、変身禁止縛りとかでやってるので、まあまあ、全然楽勝でいけるでしょう。まあ、行くためにはね、人間の装備っていうのがかなり重要になるので、まあ、おすすめ装備なんかは動画に出してるんで、それを見て、チェックしてみてください。では続いてこの画像を見ていきましょう。特設サイト、YY オープンキャンパスでポイントを貯めると、入手できるアイテムはこんなにたくさん。アニメの見逃し配信や、ダウンロードコンテンツ第3弾の CM 視聴でもポイントをゲットできるので、ぜひチェックしてね、と書いてあるけども、このね、もらえるアイテムは、いらないやつもあるから。これポイント貯めるのって結構大変だから、もういらないやつは、もう取らない方がいいです。一番いらないの。学園ジバニャン。これ絶対いらないからね。絶対これは、ジバニャンは、取らない方がいい。ちょっとどもったけど。学園ジバニャンはやめて。これレベル100で全然使えないから。もしも欲しいならば、ラビリンスに行くと、レベル600ぐらいのジバニャン出てくるから、それをゲットするようにしてください。オープンキャンパスのポイントはね、ほんとこれ貴重だから、他のね、ファッションアイテムとか、そういうのを入手した方が、俺はいいと思うけどね。そして一番肝心なダウンロードコンテンツ第3弾の配信日。これについては、まだね、全くもう一言も触れられてない感じだね。で、テレビ CM が、3月の5日 ?3 月5日にね、公開されました。で、前回、前々回、第1弾、第2弾の時、と比べてみましょう。第1弾は、9月30日に配信されたけども、これがね、テレビ CM が始まったのが12日前にテレビ CM があって、で、9月30日に配信となってます。で、第2弾に関しては、11月28日、この日に配信があってます。で、テレビ CM が始まったのが8日前。8日前にテレビ CM が始まってます。まあ、両方とも、まあ、2週間以内ぐらい。テレビ CM が始まって、2週間以内に配信があってるので、今回も、まあ、2週間以内であることは間違いないかな。さすがに CM 打って、まだですよっていうわけにはいかないと思うから、まあ2週間以内ぐらいっていうのを、
予定してるんじゃないかな。で、何曜日かなと思ったけども、第1弾は水曜日に配信してるの。で、第2弾は土曜日に配信してるのよ。このね、曜日っていうのはちょっと当てにならないかな。でも、3月5日だね、にテレビ CM が始まって2週間以内ってことは、まあ3月19日ぐらいまでにはあるってことでしょ。来週だね。来週。おそらく春休み前にポンと出すと思うんだよね。春休み前にダウンロードの配信を開始して、で、春休みに盛り上がってもらおうと。アニメもね、ちょうど終わるし。そこで来る。じゃない？間違いないと思うけどね。おそらく、あと、そうだね、10日以内ぐらいには来るんじゃないですか？今週はね、まあ、ちょっと難しいと思うけども、来週中には来るんじゃないですか？おそらく、コロコロの発売日かな。3月15日ぐらいに、明日ですよとか明後日ですよぐらい言うんじゃない？まあ、今回のコロコロ、3月15日発売のコロコロで、まあ何か進展があるものだと思ってます。まあ前回前々回と2週間以内にやってるので、今回もそれぐらいかと思います。まあそれまでにね、Twitter とか、ここの情報のね、ページなんかは更新があると思うので、まあそこはチェックしていきますので、よろしくお願いします。そして、プレイ動画も上げていきますので、チェックをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。